ピラー。ピラーとは柱を意味する英語。転じて、日本語では主に以下の意味で使われる。ここでは上の自動車におけるピラーについて述べる。黎明期の自動車で屋根のついているものは非常に少なく、その後エンジンの出力に余裕が出てくると居住性向上のため次第にきちんとしたキャビンが仮装されるようになった。当初のクローズドボディは技術的には 馬車の応用であり、フレームの上に、木骨構造のキャビンが乗せられており、重量のある屋根を支える、そのまっすぐな柱が、文字通り車体のピラーとなっていた。車体が全構成となり、設計の自由度が増したことから変化が訪れ、1920年代の流線形ブームを経て、1930年代と第二次世界大戦を挟んだ戦後に、 応力外気構造が自動車の車体設計に取り入れられるとフロントウィンドシールドやリアウィンドウに強い傾斜がつき屋根は丸みを帯びて小さく軽くなっていった。これ以来ピラーはもはや単に屋根を支える柱ではなく重要な車体の構造材となった。ピラーの名称は前から A ピラー、B ピラー、C ピラー、D ピラーとアルファベット順に並んでいく。 ピラーが片側3本しかない車の場合、ABC の代わりにフロントピラー、センターピラー、リアピラーと表記することもある。大半のセダン、クーペ、コンパクトカー、軽自動車などは A、B、C の3本のピラーを持っている。A ピラーは運転車と助手席の斜め前にある柱。B ピラーは全部座席と後部座席の間にある柱。C ピラーは 後部座席斜め後ろにある柱である。ハイトールワゴン、ワンボックスカーやミニバン、ステーションワゴン、ロックライト型のセダンでは、さらに車両最後部で屋根を支える D ピラーのある車存在する。クーペでは、キャビンが短く A ピラーと C ピラーのみの車種もある。また、車体の大きい大型バスは、HJ ピラーまで有する車種も存在する。ドアや窓の配置が、 左右対称でピラーを左右に同数持つものが一般的であるが一部にはそれらの配置が左右非対称で B ピラーの位置がずれているものや左右でピラーの数が異なるものもある例えばタクシー用の日産クルーの B ピラーは左が前方右が後方にずれており初代2代目のスズキワゴン R4 ドアは左右のドア枚数の違いからピラーの形状も左右で大きく 異なっている。また、トヨタアイシスやダイハツタント2台目は、左側に B ピラーがなく、代わりにピラーに相当する補強をスライドドア内に持っている。これらの設計はいずれも使う頻度の高い座席の乗降性を重視したことによる。また、オープンカーにはフロントウィンドシールドを支えるフレームのみで、ピラーのないものと補強のために、 感情の B ピラーを持つものとがある。オープンボディのスポーツカーでは、この B ピラーが、ロールケージの役割を持つものもある。自動車黎明期当初のピラーの役割は、前述したように自動車の屋根を支えることであり、重い屋根、ルーフを支えるためだけの文字通りの感情な柱、ピラーであった。だが1990年代以降は、モノコック構造を採用する車両が増え、また、 衝突安全性やスタイリング、車体合成に関しての重要度が増し果たすべき、役割も多くなってきている。例えば、A ピラーは前方からの衝突時に衝撃に対居住空間を確保し、車内からは乗員が頭部などをぶつけても致命的なダメージと与えないようにするために非常に重要な役割を持つ。しかしながら強度を重視して、 A ピラーを太くしすぎると視覚が広がるため、いかにバランスよく設計するかが課題となる。A ピラーを細くし視界を確保するために B ピラー以降に負荷を分担させたり、A ピラー自体を複数本で構成し内側に、かつての三角窓のようなガラス窓を設けることで、視界性能と両立させるといった例がある。また B ピラーは、側面衝突時の安全性に大きく関わってくる。 強度を高めるため、B ピラーに高張力光、デミオなどや、より強靭な 1GPA、キガパスカルからそれ以上の引っ張り強度を持つ、超高張光を採用する例、ギャランフォルティスなどもある。高級車では、後部座席の乗員のプライバシー保護の観点から、C ピラー、車種によっては、D ピラーを太くデザインすることも多い。屋根が長く、車体交端に、 大きな開口部を持つステーションワゴンやミニバンでの CD ピラーは構造材として非常に重要であるが、それ以外にリアクォーターウィンドウやリアウィンドウ、バックドアガラスとともにスタイリングの要点となる場合もある。高速巡航の頻度の高い欧州車のほか、レース用車両や高性能 GT などでは、車体のねじり、剛性をさらに上げる手段として、 ピラー内部に発泡効果性樹脂を充填することや、要所に、筋換えや補強部材を仕込むことも行われている、例、三菱、ランサーエボリューション。B ピラーがなく、ドアサッシを持たない乗用車は、ハードトップと呼ばれる。かつては、アメリカ車や日本車でも、販売上スタイルが重要となる2ドアのスポーツカーや、スポーティーカー、スペシャルティカーに始まり、 4ドアの高級車やファミリーカーにも差別化や不価値のため好んで採用されていた。これらの詳細についてはハードトップの項目を参照。モノコック構造の車体で床と屋根の両方にほぼ垂直に交わる B ピラーを取り払うと車体を一周する構造材の輪が分断され、そのままでは車体合成と強度や近年重要視されている。 側面衝突、T ボーンクラッシュに対する安全性も著しく低下する。これを補うためには他の部分の補強が必要となり、重量とコストの上昇は避けられない。また、車体を補強できたとしても、ドアガラス周りの機密性が低く、空気の吸い出しや風切り音に対しては不利である。そのため現在では、B ピラーは残したままデザインの工夫によって、ハードトップ風にする。 ピラードハードトップが主流になっており、B ピラーそのものが存在しない、本来のハードトップはめて少なくなっている。ピラードハードトップもしくは、サッシュレスドア採用者は現在でも採用例が見られ、この場合、ドアガラスと車体がウェザーストリップのあたりを適正化しシール性を高めるため、パワーウィンドウを利用してドア開閉時にはガラスを少しだけ下げ、 完全に締め切った後に、モーターで正規の位置まで上げ強く押し付ける構造を採用している車種もある。フェラーリカイ430、アルファロメオミと、BMW ミニ、メルセデスベンツ CLS クラスなど。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。